様、杉岡神社、宇賀の御霊と菅原の道真を祀る天神あるいは天神宮と呼ばれる明治8年に市議内社杉岡神社として認定されたと書いてあるんですが、こんなんもう新しくとか書いてあるわけね。もっとここは古いんですよ。宇賀の御霊の神、宇賀の御霊、宇賀の御霊、宇賀の御霊とも表現される稲を司る神で、古代からの神であると書いてあるね。これ置いてきた。まあこんな新しいことしかね書いてない。一見者流れ作りということでね、電磁式大社なんでね、鑑定大社とか何とか大社とかいうのがたくさんございましてもね、縁起式に後醍醐天皇のところに縁起式に乗った神社が一番古いんですよ、うん、その後大きい神社にしてね金儲けするために、格をもらってね、まあ、やってる。この縁起式内社が一番古い。これより古い神社はないわけです、縁起式内。まあそういう神社でございますけどね。ご寄付よろしくか。こんだけのね、修復工事に寄進した人たち名前がね、まあ、載ってるんですね。で、ここでまあね、この有名なのと言いますかね、この本の中でまあ書いてあるんですけど、先ほど本館のところで見ていただいた新人シャバが増強、聖堂橋ね、それから新人カムが増強、これはこの下の竹やぶのところで見つかったんですよ。それもね、で明治の頃に見つかったんですよ。このちょうど 下のところにね、もう今はなくなってるんですけど、開墾されたように見つかって、でここに書いてます、新人シャバが増強、新人カムが増強、西王母とか西王府が描かれてるんですね。中国の神仙上の人物がこの中に描かれてると。で秦の始皇帝の兵馬俑のあった三塔建ての馬車、四塔建ての馬車がこの鏡の中に描かれている。これ明治の頃に見つかって発掘されたんですね。で今京都国立博物館に保存されてます、この三つの鏡はね。なぜ秦の始皇帝に関係したような鏡がここから見つかったの、明治にね。これはまあ謎なんです。で誰の古墳なのかということをこれ見つめていきますとね、この戸塚古墳というのは石姫皇女、姫巫女の塚であると。ここにね、石姫、これ石姫姫巫女というのは欽明天皇のですね皇女、欽明天皇の皇女だった姫巫女、皇后、皇后、皇后ですけどね、あ、皇后やね、皇女塚と言われてるね、石姫皇女塚と言われてるね。でこれは筒木号の佐賀省杭岡全図に載ってるんですね。2ページの右上の左の方ね、ここにね
ここに乗ってるの左の方にね、ここに。でさらにちょっと奥の方には神御霊の丘っていうのがあるんです。神御霊の丘。もうそこはね蚊がいっぱいいるんでね、もうそこ行きたくないの。神御霊の丘がここに載ってます。神御霊のこの古文書が載ってます。これまあ読んでいただいたらいいんだけど、神御霊の丘ね。神代の昔、天照大御神遊楽し、天のかぐ山破裂し、高架一の竹なる、これを杭岡と称す。ここの一の竹。この、杭岡山に稲倉宇賀の御霊、御食神が降臨して、縁起式続き、杭岡神社なりと。美達天皇神皇21代2年、坂部の村寺、その丘の今の社殿作ると書いてあるんですね。神御霊の丘があったと。この下の方にね。そこからいっぱいあるんで行きたくない。まあ行かれないと言っていただいたら。大丈夫。まあ、ちょっとこれ向こう行っていただいたら、ね。丸い聖堂が見つかったってことは、ジョフクの先末裔たちがこの辺にいたってことですかね、シンプルに。まあ、秦の始皇帝のね、うん、その蚊が見つかったから、うん、そうです。まあ、ジョフクもまあ、来てますけど、時期的にはジョフクの多分200年後っぽいんですよ、今ネットで軽く調べたら、うん、その金明天皇の時代と、ジョフクがいた時代を照らし合わせると。大体ね、その辺じゃないかなと思われるんですね。で、向こうに、向こうに、そこで見つかったんですよ。で、実際はね、向こうのこんもりしたところから見つかったと言われてるんですけど、そこに神御霊の丘の火があります。ちょっと登らないからね。蚊がいっぱいなんで、私はもうここでおさらばしますね。そこが神御霊の丘です。ここは何なのか詳しく書いてある。で、これもう止めるよ。